コマンダン・レルミニエは、フランス海軍のデスティエンヌ・ド・ルブ級通報艦11番艦。艦名は、第二次世界大戦で活躍したジャン・レルミニエ、海軍大佐に由来する。コマンダン・レルミニエは、DCN ロリアン工廠で建造され1979年5月29日に起工、1981年3月7日に進水、1986年1月19日に就役する。1987年10月9日にアジャクシオと命名都市の関係を結んでいる。コマンダン・レルミニエは海外領土や経済水域の警備の他に、潜水艦部隊の支援や、法執行活動及び救難を担当し、海洋における諸任務にあたる。1999年8月下旬、D643 ジャン・ド・ビエンヌと共に、トゥーロンを出港し、イギリスエディンバラ港に向かい、9月に行われる、ノーザンライト99演習に参加する。2000年6月、コートジボワールや、トーゴロメに寄港、7月17日には、ガボン・リーブルビルに寄港し、その後ベナンコトヌーに寄港する。2001年10月には、不朽の自由作戦に参加するため、補給艦、バールと F712 クールベと共に、インド洋に展開する。2002年11月から2003年4月まで、ヘラクレス作戦のためアラビア海に展開し、2003年10月には2ヶ月間に、渡る近代化改修工事が開始される。2004年4月から7月までは、コルンベ77任務のため西アフリカ諸国のベナン、トーゴ、ギニアを訪問する。2007年1月から4月にかけて、コルンベ88任務のため西アフリカのトーゴ、ベニン、ガボン、カメルーン、セネガル及びナイジェリアラゴスなど11カ国13カ所を訪問する。2009年5月には修理のため、長期間入居する。ありがとうございます。